画面の前の皆様、こんにちは。村人 Q でございます。デッドバイデイライトサバイバーやっていきましょう。今回はね、次回のアップデート以降、流行るのではないかと。流行ると言ったらあれですけども。まあまあまあ、使えそうなね、パーク。能力が変わらないパークですね。流行る中で、なおかつ能力が今と変わらないパーク。それをね、4つ、持ってきました。大敵らはハントレス。でパーク構成は絆、リーダー、打開策、有能の証明と、いうわけでね、バスケスについていくか。いや、真ん中回してるんだったら回す？私有能ついてるけど。向こうにハントレスいますね。来てる。離れよ。いや、それはバレる。それはさすがにバレる。まあまあまあ。おおおお。ああああああ。痛い。危ねえ。打開策最強。でまあ拾っておいた治療キットでね、まあ、治療もしていくと、まあ、これプラス、まあ、治療の持ち込みが結構強いんじゃないかなと思って、でまあ次回のねアップデートで、負傷ブースト時間の、まあ、減少だったたりとか、あと基本修理速度の減少だったりがまあアップデート内容であるんで、あとセルフケアの弱体化ですよね。そういったのがあるんで、まあそれを踏まえるとこの構成でね。いた。やば。ナイス起こし。やばいやばい。狙われそう。途中まで治療しといて。あれ、あのままドワイト。ん？これだね。これがドワイト。これがドワイトっぽいね。とりあえず修理完了しちゃって、治療してもらうか。で、まあ、自己治療のね、セルフケアによる自己治療が遅くなるんで、リーダーと絆つけてね、他人に治療してもらうという方針で、治療するというのがね、まあ、一つの手なんじゃないかなと。でまあ、基本の修理速度も遅くなりますし、まあ、それを考えると、有能の照明もね、つけて、お、来てる来てる来てる。ミカエラが言ってくれてる。それでね、まあ、ガンガン修理進めていく。複数人で修理進めるっていうね、まあ、いいんじゃないかなと思います。で、まあ、オーバーチャージの強化、それに伴ってね、まあ、海の呼び声だったりとかの採用率も増えると思うので、発電機のね引き継ぎっていうのを、まあ、やはりうまくやらないとね。
わあ、びっくりした。いけないと。いうことで、まあ、絆はね、そういった意味でも役に立つんじゃないかなと。思っております。打開策はあれですね、負傷ブーストが短くなるんで、そこでね、進化を発揮してくれるんじゃないかなと。いうわけでね、このパーク構成、なかなかありなんじゃないかなと。まあ、あの、オフレコもありなんだけど、まあ、オフレコはね、まあ、あの、PTB で、あの、フィードバック受けて、どういう調整が入るのかっていうのはまだ不透明なので、さすがにね、何かしらの調整が入ってからの実装になるとは思うんですけど、治療しなくて大丈夫？ドワイト抜けてるやん。いいね。ミカエラの壁がき、おーおーおー、あー、やっちゃった。打開策あー、来てないね。ちょっと四つ壁のチェイス自信ないんで先倒しましたけど、どうせ割りに来る暇もないでしょうから、まあいいでしょ別によいしょ。さあ、私、宝箱を開けるね、アーカイブもありますんで、しっかりとね、宝箱開けてアーカイブ進めていきたいと思います。ナイス治療キット、バベチリがあったらちょっときついか。逆にここで見つかることによって、来てんな。ここに逃げてくることによって、わお、打開策、ドワイトがね、助かると。いうわけですね。バベチリ破滅。ノーワンはないと思うけどな。そこにゲートが1個あって、向こうにゲートが1個あると。さあ、どうなるか。血族とかでね、連携もありなんだけど、うん、まあやっぱりね、発電機の引き継ぎとか考えると絆がいいのかなと思いますね。すまん、地下の人、それ私が取った助けてくれ。バスケス、あれ大丈夫か、気を引いてくれてんのかもしれん。おお、よう抜けたな今の。とりあえず他で直して、ミカエラさん、そっち地下の方です、危ないですよ。確かね、3個開ければアーカイブ終わったと思うんだけど、あれ、箱開けるやつにしてたよな私
確か。治療をしてもらいたい。治療をしてもらいたい。救助に行ってる。私もう出るしかないけど。ナイス壁。ドワイト。バスケス。とりあえずこれで治療を終わらして、バスケスを救う機会を伺おう。危ない、出そうになった今。いけー、バスケスを救うんじゃーい。ああ、ミカエラで、ハルで、ハル、ニッカハラザドバイト。危ない、危ねえ。ナイス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 。私あっちから逃げるか。みんな頑張って、あとは。ミカエラもう釣れないはずよ、あれ。あんだけ持ったから。ミカエラを多分釣ることはできないはずで、もう起こすよりね、あれもうミカエラ這いずっていった方がいいんじゃないかなと思ったけど、起こしましたね。あ、いや、起こさないでよかったね、今の。今、バグかなんか知らないけど、這いずらせても減らないんですよね。だから、あれはあのまま這いずりでいった方が良かったと思うんですけど。どうせ地下まで運べないだろうし。ドワイト。おろさんか、おろさんか、おろさんか。おろしたね。おろしたね、おろしたね。逃げる、ドワイトも、ハイゼルるはず、あそこまで行ったら。あそこまで行ったらハイゼルで行けるはず。すまんドワイト、私にはもう何もできることはない。が、最後まで君の勇姿を見守りたかったけど、観戦で見た方が楽だと気づいた。間に合うかな。あ、いけそう。 OK、 行ったね。てなわけでね、人に治療してもらいながら、複数人修理で発電機ゴリ押す構成でございました。まあ、ここにね、まあ、オフレコ、まあ、まあリーダーか有能かな、削るとしたら。打開策はね、欲しい。うん、ベストゲームって書いてる。天高っ。あれか、ドワイト最後、私が釣られてる時に地下行ってたのは、あれだね、ホワイトグリフと交信してたのか。なるほど。まあ、この二つ、どっちか削ってかな、オフレコ入れるんだったら、打開策はね、やっぱ欲しい。うん、ナース対策としても打開策の方が強いんじゃないかな、出歯より。結局、一発殴られたとて、まあ、ナースだったらすぐに追いついてくるんで、まあ、打開策が一番安定になるのかなと思いますね。個人的な感想ではね。というわけで、
次回のアップデート以降強くなりそうな、構成でございました。ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。